はい、これ何だか分かります？分いや、わからないです。からない。はい、メガネ。ね。嘘。これはメガネじゃなくて、金庫です。いいですね。携帯用金庫です。1、2、3、4、5、6、7、8、9。今日10万円ありますから、10万円をこの中に入れときます。いいですね。はい。確か入りましたね。はい。それで、鍵があります。で、この5つのうちですね、多分これです。これだけは開くんです。いいですね。これ開く鍵です。鍵を閉めます。はい。それで今からゲームをやろうってわけですね。4本のうちどれか1本じゃなくて、これを混ぜなくちゃダメですね。これじゃなくて、開かない鍵渡してもしょうがない。これ混ぜます。はい。はい。それで、1本、5本のうち1本、開く鍵を見つけて、開けられたら中のお札は差し上げます。はい、どうぞ。はいはい。最初はですね、ちょっと待ってください。最初は確率5分の1ですから、参加料が100円です。ね、やり100ます。円。はい。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ開けてみてください。はい、どうぞ。惜しいな。はあ、それ開かない。抜いて。はい。これ開かなかったですね。まだ4本残ってます。どうぞ。まだやります？ははい、どうぞ。い。これ。はい、300円です、今度。え？ 300 円？確率上がるから、4分の1だから。さっきは5分の1だけど。はい。300円、確かに。はい。はい、どうぞ。惜しいな。はい、どうぞ。惜しかったですね。まだやります。やります。はい、どうぞ。今度は確率が3分の1で500円になりますけど。500円？そうです。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どれでもいいですよ。じゃあ、これで。はい。惜しいな。あとは2つ。もう2分の1です、確率。ね。1000円です。1000円？1000円損するか10万円持って帰るかですよ。男は度胸。1000円でケチケチしちゃしょうがないね。はい、どうぞ。じゃあ、これで。それで、はい。今なら、差し込む前なら取り替えていいですよ。じゃあ、こっちで。ああ、そはう。それが運命の分かい。れ道になるかもしれませんね。はい、どうぞ。惜しいな。抜いてください。これを選べばよかったんですよ。ね、取り替えなければよかったですね。いいですか？ほら。これだけが開いて、中のお金は、これは私のものですね。それから、参加費。これも私のものですね。これ一回やるとこのぐらい儲かりますから、皆さんもぜひお楽しみください。